はいどうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。はい、こちらです。はいはい、これはきつねさんですね。はい、ということで本日はオーストラリアのワインでございますね。いや、めっちゃ久しぶりじゃない？オーストラリアワインをゆきおとワインでやるの。つか俺飲むの自体もめっちゃ久しぶりかもしれない。いや別にね、なんか避けてるわけじゃないんだけど、なんかあまり手を出してこなかった国っていうのかな、まあ、気軽に買える国なんかね、いっぱいスーパーとかも売ってるし手に入りやすいんだけど、なんかちょっとあまり買ってなかったオーストラリア。何やったっけね、雪を食べて、あんまもう自分でも覚えてないんだけどさ、今回はこちらの、ホドルスクリークっていう作り手かなのウィッカムズ・ロードピノノワールでございますね。はい、まあ、ピノ好きなんでね、ちょっとオーストラリアのピノもやっていこうかなと思いまして、ちょっとね、これが美味しいと評判だったので、飲んだことなかったから、ちょっとおって美味しいって評判だったらし飲んどかんとってなったので、今日はやっていこうと思います。場所はね、オーストラリアって基本的にもう南の方でしかワインとかね、そういう産地はないんだけど、あと少し西があるか、もう北の方ではもうね、そういうなんか行ったことないから分かんないんだけど、もうあれ荒涼とした場所なんだよね、多分ね、そっちの方って。なので、まあ、基本的には南に固まってるんだけど、産地はこれはビクトリア州のヤラバレーですね。なのでメルボルンっていうね、都市がすごく近くにある産地で、まあ、ピノノワールとかはね、まあ、有名だったと思う、確かね、産地としてね、ヤラバレーは。なので、まあ、その子で作られるピノ、まあ、すごい手軽に買えるピノなので、ちょっと今回はね、サクッと、ね、飲んでいこうかなと思っております。うん、まあ、よし、やっていこう。ゆきおとワイン。ほい、色合いはね、かなり淡いね、綺麗なルビー、淡めな感じ、まあ、ピノっぽいけどね、綺麗綺麗。うん。はい、それでは飲んでいきましょう。綺麗な色だね。かなり淡いけどね、若々しい感じでございます。いただきます。綺麗、香りも綺麗すごいチャーミングで綺麗な感じだね。うん、あ、でもしっかりね、なんかちょっと樽の要素とかも見えつつ、複雑味も感じながら、まあチャーミングな感じかな。もう赤系果実だね。うん、すごく甘い感じの果実、いい香り。お、意外とスワリングすると、うん、お、結構意外と本格的かもなんかキャッチーでとっつきやすい雰囲気を最初感じたんだけど、スワリングするとなんかちょっとね、そのまあ土っぽい香りとか樽の香りがね、少しこう混ざり合って、なんか複雑な感じにもなってきて、意外と本格的なピノの香り、なんかイメージとしてはもうすごいキャッチーで、なんかさらっとゴクッといける感じかなって一瞬思ったんだけど、意外としっかり作られてるような感じがしました、今この香りの印象だとね。うーん、まあでも飲みやすそうなんだけどね、それはあるんだけど、なんかこう、うん、なんかこうすごい押し寄せる巨大なすごい素晴らしいワインっていう感じではないんだけど、こうキュッとまとまってる感じなんだ、こじんまりとはしてるんだけど、この全体の複雑さとかバランス感がすごいなんかうまい具合にこう融合されてるというかね、感じがします。すごいいい香り、うん、いただきましょう。うまいこれうまいわ。あ、美味しいね。うん、なるほど、非常に美味しい。ジューシーだね、すごくジューシーで舌触りが柔らかい感じなんだけど、で少し、ね、甘い香りね、果実の甘さが本当にイチゴっぽい感じの果実の香りがふって抜けるんだけど、やっぱり酸味がね、ある程度しっかりある分、それがもうだれないというか、なんで綺麗にもうスッてもうね、流れていく感じ、引っかかりなくスッて流れていって、まあ、酸がある分、その綺麗なこの落ち方というかね、する感じなんで、で飲んだ後の余韻もね、ほわっとこの口に残ってくる感じがね、綺麗、上品でエレガントな感じだね。なんかエチケット見るとね、もうね、ほいほいほいっつって、おい飲んじゃう飲んじゃうみたいな。まあ2020年だしね、全然新しいヴィンテージだから、もうスルスルサクサク入るフルーティーかと思いきや、意外とちゃんと作られてるというか、なんか本格的な雰囲気を持ちつつ、まあもちろんキャッチーなんだけど、なんかすごくそのバランスというかね、面白い、非常にいい香りだし、飲み心地もすごいいいね。美味しいねごくごくいっちゃうね。でも 13% ぐらいあんだよね、これ確かね。アルコール、ああ 13% あるわ。まあ 13% ってね、程よい感じといえば程よい感じだよね。ピノノワールだったら、それこそブルゴーニュだってね、13% ぐらいが平均だろうし、平均どうかな。オーストラリアの、ね、ピノとかもっとこうビッグでな、このガシッとしてカリスミ豊満なってイメージがあったけど、まあそれちょっと古いかな昔のイメージかな、今は違うんだろうけど、でもすごくいいね。あ、これはうまいな。なんかこうね、ちょっと今日なんか飲みたいけどすごい疲れてんだけど、どうしよっかな、なんか1本ぐらいあげたいなっていう時にこうパッて手にした時にこれがあると、なんかもうスッと入ってくるし、なんかその構えて飲まなくても大丈夫というかね、なんか「はい甘い」っていう感じのね、このワインはちょっといいワインなのでちょっと心して飲もうっていう感じじゃなくて、なんか気軽に飲めるけど本格的っていう雰囲気、いいね、すごいいい。めっちゃいい香りだね。やっぱスルスルいけちゃうなこれ。うまっ。ちょっとパン食べる。ちょっとワイン飲んじゃった。パンも欲しくないでしょうね。パンとワインに切った方が結構いけんじゃない、やっぱり。いい香り。これは奥さん自家製でございますよ。はい。これだけでも完璧やねいや、まあ完璧だけど他の、ね、ルールも欲しいけど、もちろん。でもいやー、素晴らしいね。幸せ、幸せや。いやー、しのちゅうパン食べていいお腹空いちゃった。いや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 、どうですか最近皆さんね、もうまあ春もね、半ばということで暖かくなってきましたしね、まあちょっとね、春の今日はね、春の雨かなになってますけども、これからねゴールデンウィークとかね、まあね、あれかな、新生活とか始まった方もねいらっしゃるんじゃないかな。まあね、まだね大変な時期かもしれませんけどもね、一つ一つね乗り越えて頑張っていきましょう俺は何を言ってるんだ美味しくてちょっとね気分良くなっちゃったけどね、はい頑張ってみましょうね、はい。美味しいもの食べて、美味しいワイン飲んで、でまた明日から頑張ろうっていうことですね。はい、ということで本日ご紹介したワインはオーストラリアボトルスクリークのウィッカムズ・ラードピノ・ノワール、2020年ですね。ギップスランドって書いてあるな。ギップスランドってなんだまあいいや、それはまあ置いといて、はい、非常に美味しいピノ・ノワールでございました。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。おっと、キツネのピノとか興味深いね、ゆきおくんいいよっていう方はバシッといいねボタン押してください。いや、オーストラリアのピノっつったらね、もっとこういうワインがあるんだよっていうことはね、ぜひコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。